こんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、秋服の紹介プラス、秋服のコーディネートをしてみました。私、よくお洋服は、ネットのショップリストってところで買ったり、とにかく私はネットで洋服を買うんですけど、雑誌を見ずにネットのなんか着こなしコーデをパクっていつも着てるって感じなんで、あんまり、好きくない人も好きな人もわかんないけど、いると思うので、まあそれは、温かい目で見守っててください。ということで、まず最初、でまず一着目が、このトップスなんだけど、プリクラを撮ってる時の動画でこれを着てたんだけど、どこのブランドですかってね、リプがあったんだけど、これはショップリストで買いました。で、この色違いも持ってて、このボルドのカラーもショップリストです。で、この2つなんだけど、結構人気だったみたいで、先行予約で予約を経て買いました。で、次、この花柄の長袖のロングカーディガンもショップリストで買いました。基本ショップリストですね。で、次、このトップスもショップリスト。これちょっとね、ニットっぽくなっててね、いい感じに秋って感じだね。冬にはちょっと寒いかなと思うんですけど、まあ秋服にはいいかなって感じの生地です。で、このパンツ、これね、前ボタンとかじゃなくって、この後ろにね、ゴムがあって、すごい履き心地のいいパンツなんだけど、これもショップリストでした。で、次はこのトップスです。前回の動画でも着てたし、購入品紹介でも紹介したと思うんだけど、これはナイスクラップのやつです。で、それと一緒に紹介したブロアのワイドパンツもナイスクラップです。で、あとこれは五分袖のやつで、6月ぐらいに買ったんだけど、これはユニクロで買いました。ユニクロっぽくない、なんかいい感じのやつです。はいはい、ということで、私が最近着ているお洋服をちょっと紹介したので、コーディネートをしていきたいと思います。はい、まず1着目がこちらで、さっき紹介した時に着てたやつです。このワイドパンツもナイスクラップで買いました。で、上がショップリストで、ベルトはイングだっけなで買いました。で、これはこの前紹介した時のバッグです。はい、こんな感じです。で、下はこういう感じでファンのついたサンダルに、こんな感じで靴下を履いてみました。一つ目はこんな感じです。はい、二着目はこんな感じです。まあ、トップスを変えただけなんだけど、ボルドカラーだとこんな感じになりますっていう感じです。はい、ということで四着目がこんな感じです。さっき紹介し忘れたんだけど、このデニムのパンツもショップリストです。でね、ちょっとね、足をね、あんまり出したくないので、ロングカーディガンでこんな感じで隠してみました。足はちょっとスウェード生地のヒールで合わせてみました。バッグをこんな感じで持ったらいいかなって思います。はい、4着目がこんな感じです。こんなセットアップにしてみました。黒と黒で挟んで、まあ、ポイントにボルドーのパンツっていう感じですね。で、首とかに、ね、黒のチョーカー入れたら可愛いかなって思います。これはちょっと寒い時って感じだね。これがニットだから。いい感じかな。はい、最後のコーディネートです。このコーディネートが一番好きでよくしてます。で、下はサンダルなんだけど、靴下を履いて秋っぽくしてみました。全体こんな感じです。で、こういう時はリュックとかを背負ってます。はい、以上私のコーディネートでした。はい、コーディネートは以上でございます。どうでしたでしょうか？あ、お見苦しい点もあったかと思いますが、私はこういう感じの秋服のコーディネートをしてます。少しでも参考にしていただけたらなって思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。